アイヒエル・ハンス・アイヒエルは、ドイツの政治家。1999年2005年、ゲアハルト・シュレーダー内閣で財務大臣を務めた。その他1975年1991年にカッセル市長。1991年1999年にヘッセン州首相を歴任。ヘッセン州カッセル出身。1961年からマールブルク大学。 ベルリン自由大学で、ドイツ文学、哲学、政治学、歴史学、教育学を学ぶ。1970年、ギムナジウム教員資格を取得。1975年まで、カッセル市教育委員。1964年、ドイツ社会民主党に入党。1969年に、同等株組織にあたる社会主義青年団の連邦代表委員。 1972年まで同副代表。1968年に27歳で故郷カッセルの市議会議員に当選。1970年から同市議会のスピード院内総務。さらに1975年33歳の若さでカッセル市長に当選。1991年まで3期16年に渡り市長を務めた。カッセル市長として 5年に一度同士で開催される現代美術の大展覧会、ドクメンタの監査役を3度務める。この間1984年に党のヘッセン州代表委員、1989年にはスピードヘッセン州代表に就任。1991年の衆議会選挙では、スピードは僅差で第一党になり、スピードと緑の党の連立政権が成立。 州首相候補として選挙を指揮したアイヒエルは、ヘッセン州首相に就任し、4年ぶりに、キリスト教民主同盟から政権を奪還した。同時にアイヒエルは、ヘッセン州議会議員に当選し、スピード連邦代表委員に就任。1995年の州議会選挙では、第一党の座を連邦内相を務めるマンフレート、カンターを看板に立てた、セディに奪還されたが、同盟90。 緑の党との連立を維持することで政権を維持した。しかし1999年の衆議会選挙では、ローランド・コッホを率いるセルに敗れ、4月7日に、ヘッセン州首相の座を退いた。しかし折しも連邦政府のゲアハルト、シュレーダー内閣では、スピード党首で、党内左派の重鎮、オスカー・ラフォンテーヌ財務省が、政権運営の路線対立から辞表を叩きつけていた。 州首相辞任からわずか5日後の1999年4月12日、アイヒエルは、ラフォンテーヌの公認として、連邦財務省に就任した。同年、スピード連邦執行部委員。2000年5月、低迷するドイツ経済に手こ入れするためアイヒエルは、広範な税制改革を開始した。折しもドイツは、欧州共同通貨ユーロ導入を控えて、財政赤字の圧縮が、 欧州連合から求められており、従来の社会保障重視路線と、均衡財政路線との間でアイヒエルは苦慮することになった。2002年のドイツ連邦議会選挙には、地元カッセル選挙区から出馬して、比例代表リストから当選、連邦議会議員になり、第2次、シュレーダー内閣に財務省として留任した。一向に減らない、連邦政府の財政赤字はマスコミに叩かれ、 アイヒエルを無能扱いする論調さえあったが、これは財務省個人の職責で変えられるものではないので、気の毒な面もあった。さらに不評だったのは2004年11月にアイヒエルが発表した案で、祝日である10月3日のドイツ統一の日を土曜か日,日曜の移動祝日に変更し、それによって多すぎる休みが減り、逆に勤務日が増えて商店も開き、 経済効率が1日分上がり税収増にもなるというアイデアだった。なりふり構わぬ政府のアイデアは、ホルスト・ケーラー大統領はじめあらゆる方面の非難を浴び、アイ・ヒエルはこの案をすぐに引っ込めざるを得なくなった。シュレーダー政権は大規模な社会保障、保険改革に乗り出したが国民には不評で、2005年の連邦議会選挙に僅差ながら破れ、 ついに退陣に追い込まれた。アンゲラ・メルケル内閣が正式発足した11月22日にアイヒエルは財務省から離職した。同時に党の連邦代表委員を辞した。皮肉なことにアイヒエルの退任後にドイツ経済は上向きに転じ始めている。2008年4月、翌年に控えたドイツ連邦議会総選挙に出馬せず、政界を引退することを発表した。 連邦議会選挙の前倒し実施が決まった直後の2005年7月に2度目の結婚をした。1999年に離婚した前妻との間に虹がある。ありがとうございます。